<laughs> ナンパ久しぶりですね。ナンパ。な、最近ナンパしてないだろうナンパしてないなタロさんはいくつぐらいまでナンパしてました <laughs> 六本木にあの、行ってる頃ですかせいぜい。あんま言えないですよね。いやいや、あの、いつ、今や、いつだったかなって、ふと思って、ね、思ってて、遠い昔ですかね。遠くもない。うん<ー>。ラブラブ愛してる。ええ。の頃にはしてないね。もうしてないですよね。あ、ちょっとした、ね、芸中に行ってからですよ。うん。してました。してない、ね。 マックスにちょっと声かけてるんですかマックスに声かけるのは父親としたのあ俺はね父親ですかあの連中とはねオーストラリアロケとかいろいろロケやってんだよあの旅で番組でそれでシドニーで父のように俺が彼女たちの面倒見てやったわけ俺はシドニーのパパって呼ばれてんのあらシドニーのパパシドニーのパパ何をやったんですかシドニーのパパでアイスクリーム食べさせてやったりどうどうって あ、そうですか。全員4人とも同じように愛してたわけですかじゃあ。そうそうそう。そうだよ。へだからね、あいつらからパパって呼ばれてるの。あ、そうですか。まあでもそういう打ち上げ会、関係とかいろんなことありましたもんね、ラブラブの頃は。ありましたね。ありましたですよ。じゃあ行きますか、ブラジルに来年。サッカーね。ね行きたいな